商品レビュー専門の j 今日の取てらしですね。あの、今日あるニュース見てたら、あの、一緒にカレンダー、あの、カレンダーで、なんか、顔写真載ってるのあるじゃないですか。あの、プロ野球カレンダーとか、有名人カレンダーとか、まあ、いろいろな、その、タレント事務所が出してるカレンダーとか、そういうものと一緒に写った写真を SN、SNS に公開したら、あの、違法なのか。それに対して、まあ、弁護士、まあ、プロの弁護士、まあ、 プロに決まってますけど、その、本職の人が、本職、まあ、弁護士の人が、まあ、場合によってはダメになる。避けたほうが、避けた方がいい。そういうコメントだったんですよね。それ聞いて、ええー、とかって思いましたけど、まあ、そういうものなのかなって思いましたね。あの、いくら写真で写真を撮ったとしても、この平面のものを撮ったら、大体再現されちゃうんですよね。最近のカメラ、あの品質もいいですし。だから、あの、 いくらカメラだとしても、その、肖像の写り込み。まあ、いくらカメラだとか、いくら写真だとしても、肖像の写り込み。撮る方も神経使うのかなと思いましたね。だから、あの、SNS に公開する場合、この、有名人とか、あと、あの、人の写真、一緒に載しちゃいけないのかなと思いました。まあ、ただ、これだと苦しいだろうって。 あの、やりすぎだろうって言われそうだけど、まあ、平面のものを写真で撮るってコピーですからね。不正コピー。そうなっちゃうのは仕方ないのかなと思いましたね。まあ、あとはあの、著作権とかって申告罪ですので、この写真を公開してる側がどう思ってるか、それにもよるんですよね。 ただ、権利は完全に、その、カレンダー作った側、ポスター作った側にありますので、まあ、できるだけやらないほうがいいできるだけとか絶対やらないほうがいいのかなと思いましたね。まあ、ただ、そんなもの映り込んじゃうもの、いろいろあるだろう。その場合、映り込みなのか、あの、堂々、あの、映り込みなのか、コンテンツなのか。その社会面、まあ、自分撮ってて、後ろの方にぼやっと映した。それ映り込みですよね。 あと全然関係ない写真撮ったけど映り込んでた。それ映り込み。まあただそうすると映り込みと移動して映したその差がわからないだろう。っていうことになると、そのあの肖像があのあった場合とない場合で、どこまでその価値が、この撮った写真の価値が上がるのか下がるのか、それがあると思うんですよね。 もう、その、一緒に撮った、その、ポスターありきの写真だったら、そのポスターの肖像権、あの、権利、奪ってるってことになるんですよね。そっから業分吸い取ってるわけですから。ただ、後ろに有名人が写、有名人の写真が写ってるんだけど、それを別のものに交換しても、その写真自体の価値が下がらない。そういう場合はいいと思うんですよね。だから街中で後ろの方でぼやっと写した。別にそれが、それが、あの、 その写真の価値、またはあの、まあ、写真の価値が写真の価値を上げてるわけじゃないんだったらいいのかなって考えます。まあ、ただあの、やりすぎだろうって文句言ってくる人、大体は一緒に写った肖像の価値を自分のコンテンツに取り込んでるから苦しいところがあるんですよね。 また音楽の場合でも、後ろから、後ろに流れてたんだから問題ないだろうって言われるんだけど、その動画の面白さが、この後ろに流れてる音楽によって追加されてた。っていう場合もあるんですよね。まあその場合、例えば音楽を無音にした場合でも、そのコンテンツ面白いのか。そう考えてみて、後ろでいい音楽流れてたから、みんな動画見てたけど、音楽取り出す、取り去った途端に見なくなった。 そういうテストができれば、あ、この動画って、結局後ろに、後ろに流れてる音楽ありきだったんだ。写真に戻すと、この写真みんなに見られてるけど、結局後ろにあった、その有名人のポスターとかカレンダー、それありきだったんだ。そういうことになるんですよね。だから、あの、まあ、それ考えて、 どのくらいその映り込んでるものに依存してるか。その依存度が高すぎたら、もうこれは自分の写真じゃないなあの。ぶら下がってるな。そう思って公開避けて、自分個人的なものにする。そのぐらいのことが必要なのかなと思いましたね。まあただそうすると、遊園地とか危ないだろう。まあ確かに、 権利者から文句言われることもあるけど、さすがに遊園地のじ遊園地の立体物はないだろうな、と思う。ただまあ、その場合でもその立体物ありきみたいな、そういうものだったら、まあ避けた方がいいのかなとも思いますね。あの、そうするとどこでも、そうすると写真なんか撮れなくなっちゃうだろう。 確かになっちゃうんだけど、他人のコンテンツに、他人のコンテンツに依存するって、まあめんどくさいんですよ。だから、もうあの、他人のコンテンツなんか、あの、相手にせずに、自分、自分だけのものを取るみたいな。そんな感じで言った方がいいのかなと思いますね。文句言われちゃうわけだから。だからあの、まあ私もあの、音楽とか、消してます。 あとあの、肖像とかも、いわゆるプレスイベントとか、プレスとして入った場合は撮りますけど、勝手に撮るのはあの、まあ、試合とかそういう催し物以外は、あの、避けてますね。あの表彰台上がったりとか、パフォーマンス中、試合中、そういう場合は撮ってもいいと思いますけど、それ以外の休んでるところとか、そういうところは、 まあ、ちょっと問題があるかなって。そんな感じがしますね。だからあの、他人のコンテンツの映り込み。私はあの、もう積極的に避けて、そう自分、これは私の作品だ。そう言えるものを撮りたいんだったら、あの、避けるのが無難なのかなって。そう思いましたね。まあ、神経質になった方がいいのかな。まあ、これ裏を通せば、 裏を返せば、裏を返せばですね、あの、私たちの写真だって同様に扱ってくれるから、ま、ある意味チャンスなのかなと思いましたね。あの、著作権というもの、権利というものを誰に対しても認めてくれる、そういう時代になったから、まあ、考え方変えれば、こちらの写真も強く言える、あの、強く言えるようになったのかなとは思います。 だからあの、写真の写り込みとか、気をつけてください。まあ、神経質になった方がいいのかなって、そう思いましたね。まあ、あと、皆さんっていうか私たちの写真、有名人のポスターが一緒、有名人のポスターが後ろにあるから、まあ、面白いと言われる。そう思うんだったら、もう、撮った人の実力じゃないですからね。だからまあ、公開しないのもいいのかな。そう感じました。 ということで商品レビュー専門、今日のとてだし、うつろね、うつ、うつろに写り込んだ写真とか、公開するとき気をつけてください。